そういうふうに考えると、ある意味で10年先を言っていたと言えなくもないんじゃないかなと。それはさすがに無理があるかなという気もして、そこまで外れじゃなかったんじゃないかなという気もしてますよね。そういうのがやるときに、結局テレビってそれがなんでしにくいかって言ったら、それだけのスポンサーを見つけないといけない。その時間枠を決めないといけない。じゃあ2時間尺のやつを作るってなったらね、今度2時間尺でも10分尺でも5分尺でも秒単位でピチッと終わらせないといけないですよね。そうするともう長尺のやつ作る方のがやっぱ圧倒的に難しい。そんな中でも上手いなっていう人もいましたけど、ほぼほぼ圧倒的な番組が、なんか同じシーンの繰り返しで予告打ってっていう、ね、引っ張りすぎやろっていうようなね、いや、バックシーンになってたじゃないですか。結局、ああなっちゃうんですよね。まあ、正直、実力不足っていうところなんじゃないかなと思います。まあ、実際、うちが作れって言われたら多分無理なんで、そこに関しては、それが悪いとは言いませんけど、俺も無理なんでね、基本的にうちの場合はそのスタンスですね。うちでできることでやったらいくらでも文句を言うよ、文句を言うし、批判もするよって、ね、嫌やったら俺が変わるわって、ね、俺でもそれやったらできるっていうやつの場合はだけど、自分でできないなっていうことは全部リスペクトします。あと自分でできることでも、うちよりも上手いなっていう人は全然やっぱし当然リスペクトしますね。4分の3はだから絶対リスペクトします。4分の1だけ自分ができるところ、まあでも実際に俺のできることなんてねめっちゃ限られてるんで、そうするとやっぱしみんなに感謝っていう結論になるんですけどね。最低限のラインとしてそういう感じで見てるかな。だから自分ができもしないことで対して批判だけする人っているじゃないですか。しかも大体そうすると、たまにはそのたまたま当たりましたよっていう時もありますけど、自分やってなくてっていう場合には、まあ、説得力がねどうしてもついてこないっていうのもありますし、ね、それこそ動画のやつとかでもね、やっぱ編集やってる人から言われるのと編集やってない人から言われるのとじゃ、ね、全然感じ方が変わってくるし、まあ、ただ編集に関してはじゃあ、ね、できる人がどれぐらいいるのかって言ったらほぼほぼできない人だから、じゃあその人たちの意見っていうのも重要にはなってくるんですけどね。うちが専門チャンネルでね、動画クリエイター向けの専門チャンネルですよって言ってやってるんだったら、あ、いや、そういう人をお客さんにしてるんで、じゃあ、そのクリエイターで、そのやってる人のあるあるとか、そういったのを集めて、とかっていうような形になってくるんで、そうするとね、いやいやいや、もうそんな、いや、編集したことない人の話なんて、聞く身持っちゃいねえよって、なるところなんですけど、ね、うちの場合は別にそういうチャンネルではないですから。そうするとそっちのところをね無視すると、9割の大多数の意見をねガン無視して作るような形になるんで、ね、それはそれで、また作品としてね良くない方向になっちゃうんで、かといってねじゃあ編集の細かいところに対してね、できもしないこととかをね、いや、それぐらい最低限、YouTube で動画上げるんだったら、やれねえとかしでしょみたいなことを言われると、いや、もう、すいませんねとしか言いようがないわけなんですよね。まあ、そこのところはね、ある意味でもううちのチャンネルっていうのは本当に割り切っちゃってますもんね。一つコンテンツの、拡充っていうところが、一番重きを置いてるのかなってなりますよね。だから本当みんなになんでって言われますもんね。登録者数がね今さ、YouTube の方で300人動画の投稿本数が1000本超えてますと、特に動画投稿経験者の人にはみんなになんでって言われますよね。やっぱ1000本超えてるっていうと結構多いよねっていう、ね、反応になりますもんね。
しかも言うてうちの場合はそのショートで、ね、10秒とか15秒動画をね、大卒で1000本作りましたよっていうんじゃなくて、10分弱とかの動画になってきますんでね。まあ実際には多分ちゃんとしたショートの方の方が時間がかかってますけどね、うちのところの場合はね、本当に編集、超コスパ重視なんでね。この動画でもね、今見てくれてる皆さん本当にありがたい。本当にありがとうございますってことなんですけど、重きを置いてるところがね、だいぶそこのところはね、ある程度割り切って。それこそね、例えば日本だと、テロップをね、こういう時にはね、基本的に入れるっていうのがね、もう最低条件だよって言われてるところがあるじゃないですか。で、まあ、これやっぱり今、日本で YouTube で YouTuber として成功したいよって人はもう絶対テロップを入れるべき。フルテロップね。もうフルテロップがスタートする条件よっていう、ぐらいで思っておいた方がいい。で、やっぱ上手い、伸びるチャンネルっていうのは、あとはプラス白テロップの、利用ですね。要は、編集中の感想を入れたりとかそういうところ。で、変な、その白テロップ。入れたりする、感想とかね、裏のツッコミね、テロップでそのみんながやってることに対するツッコミを入れたりするっていうので、やっぱそこがその外注だとどうしてもできないよねっていうので、東海オンエアさんなんかは絶対今でも自分たちで編集するっていうこだわりを持ってやってますもんね。で、逆にそういったその、外からのツッコミとかを、入れる必要がない、企画系持ってる、ヒカルさんとかは、外注とかでも全然できちゃうよっていうのは、そのあたりもあるわけですよね。だから笑いの取りに行き方もね、基本的に全部口に出してどんどん、まあ大阪がどっちかというとその傾向というのかもしれませんけどね、やっぱ口にね言うて、なんでやねんってね、なんでやねんとかね、いう感じでねやるっていうのもね、一つ、あったりしますからね、そういった感じのところなのかなーって思いながらね、見てますけど。でも、うちの場合は、じゃあテロップを入れるのかって言ったら、生放送なんかでもね、ちょろちょろ言ってるし、多分他のトーク動画でもね、ちょろちょろと言ってると思いますけど、本当にね、うちのね、今の勤務状態でね、テロップ入れでね、あのクオリティの動画でもね、テロップを入れるだけでね、多分週1投稿もできなくなっちゃいます。ですから、多分本当に10倍ぐらい手間がかかるんですよ。ちゃんとテロップを入れようと思う。